はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は幸運の神様やっていこうと思います。ということで、ね、行ってみましょう。さあ、ごい。あー、骨壺で行きましょう。最初がね、結構何取るか悩ましいよね。まあ、ビールで行ってみるか。フーリガンドワーフ待ちですね。ドワーフをまず取る。ビールを飲ませていきましょう。賞金稼ぎ、泥棒対策、とりあえず1体取る。で、ビール飲んでくれた。オッケー。続いて、これはワインですね。で、ケルナイトも取ることで、ちょっとね、鉱石とかを取りやすくしましょうか。まあ、ドワーフが作業台取るか、それとも鉱夫を引くか、するまでのつなぎというかね、まあ、鉱石の方も、コインをね、ある程度は出してくれる形にしていきましょう。まあ、骨壺取るか、フーリガンに早く来てほしい。で、ワイン飲んだのは偉いですね。ちょっとこれは取れない。除去アイテムもね、限られてるんで、ちょっと空白多いんだけど、今はね、あれは取りにくい3択でしたね。ツルハシは取りたい。こうなると、鉱夫とか出てきてほしいですが、まあ、怠け者はちょっと違うかな。まあ、電球取りましょう。オッケー、ドワーフ、今回のドワーフはよく飲んでくれますね。取るならロックボックスだけど、ロックボックスそんなになんだよな。スキップしましょう。まあ、ドワーフがお酒をある程度飲んでくれてるので、これはどうのや。ドワーフがある程度ね、お酒を飲んでくれてるので、まあ、序盤の金策としては悪くないのかなという感じですね。少し余裕あるかなという、鍵は取ってもいいか、これだったら次ロックボックスとかでもまあ取ってもいいかなぐらいの感じですね。6スピン後に150、フーリガン来ましたね。巨大な壺も欲しかったけど、でこれ儀式のろうそくを取るかレモンを取るか、まあでも今回はレモンで、いや、まあ儀式のろうそくが普通に強いか。儀式のろうそくが普通に強いか。まあでも電球とかスピリットの余地とかを考えると、なんかレモンで行ってみたい気もするんだよな。まあレモンで行きましょうか。レモン取って、チェリー消しましょう。これで行く。ほい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 。リンゴ。まあリンゴ取ってもいいか。オッケーオッケー。フーリガンが壺2個割ってスピリット出る。で、壺が割れて一瞬できた空白も、レモンの対象になるので8コイン出てきましたね。あれは壺の1コインとスピリットの6コインとレモンの1コインで、8コインという形になってますよと、いうことですね。まあ、猿は今回どうしようかな。ちょっとやめとくか。またね、スピリット消えた時とかにもレモン活躍するんで、虚空のクリーチャーもいいですね。虚空のクリーチャーが潰れた後、あと電球がね、壊れた後、スピリットが壊れた後に、レモン出てくるよ、レモンの効果でね、追加のコインありますよということですね。儀式のろうそく取らなかったから信者は取らなくていいか。スキップしましょう。はい、ふいふいふい。オッケー、ここの3つの空白からも、レモンでね、回収できますね。まあ、ミルク、どうしようかな。まあ、猫にミルクあげますか。ほい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 。で、150払って、7スピン後225。バナナのリッキー。バナナのリッキーか。まあ、今回でも猿とかも取ってないから、ウサギ、レフティーのがいいか。まあ、ウサギのレフティーでいきますか。さらに、そうだな。まあ、今回は、破壊のまじないちょっと入れてみるか。お、呪われし刀が来るんだったら、リンゴ壊れちゃった。一番壊して欲しくなかったまであるのに、リンゴ。まあ、これはちょっとスキップしましょう。
呪われし刀来たんで、忍者集めていきたいですね。ギャンブラーも取ってみるか。まあ、ギャンブラーはね、破壊のまじないで壊れてくれても構わない候補ではある。これもちょっと、むしろミルク飲ませていきますか。あれ、今、賞金稼ぎが壊れた。そこも、ちょっと、微妙なところを壊してくるね。どっちかっていうと、生き残ってほしい系ばかり壊れてる。まあ、再挑戦カプセル増やしましょうか。お、バツ壊したのは偉い。オーケーオーケー。虚空のクリーチャー取りましょうかね。お、電球壊した。ほい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 。225なんとか払えて、7スピン後に300ですね。アイテムカプセル。まあ、ウサギも欲しいんだけど、レフティエッセンスのおかげで、発動のためにね。まあでも、アイテムカプセルの方が、いいかな。猫ピー取りましょうか。お、幸福の猫、猫ピー。さらに、タイムカプセルからアイテムカプセルっていう流れができればいいけど、まあ確率的には薄そうだね。まあタイムカプセル取りましょう。はい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 。タイムカプセルから再挑戦カプセル、出たみたいですね。まあイカサマカプセル取りましょうか。で、ビリヤードボールが出てきましたよと。4スピン後に300。ちょっと厳しくないか？これスキップ。お、パール壊れた。はい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 。銅のやつ追加しましょう。ほいほいほい。あー、忍者を取る。ただちょっと2スピン後に300だとこれダメそうだな。ちょっと持たない気がする。お、ギャンブラーを破壊のまじない。これはどうだ？ 24 コイン。それでもちょっと厳しいかな。1スピン後に300だもんね。これは力尽きな。まあ一応ドワーフでも取りましょうか。これ勝ち目ないね。どうあがいても。そうだね。ちょっと100コインは出てこないんで、これは、諦めですね。はい、ということで、まあ、今回は、ここでアウトですね。まあ、ちょっとね、鉱石とか取ったのに、鉱夫が来てくれなかったあたりで、まあ、なんかちょっと厳しいかなという雰囲気はありましたね。まあ、一応ドワーフを取って作業台狙ってはみたんですが、来てくれてないですよ、というところですかね。まあ、レモンと儀式の、ろうそくに関しては、まあ、結果的にはね、レモンの方が稼げてた気がするから、まあ、そこの判断で、負けたわけではないかなという、気がしますけど、まあ、どっちにしろダメだったね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。